今この熊本回られて被災地に向けて一言応援のメッセージをお願いします。そうですね、まあ、逆に皆さんが元気なんでね、まあ、あの東京やなんかで情報をいろいろテレビに見てますと、まあ、本当に被災者の人がいらなくなる人大変ですけど、もう立ち上がるしかならないんで、まあ、いろんなところで元気を発信しろって言ってね、いらっしゃるんで、まあ、今日いらっしゃるんですけど、まあ、皆さん本当に元気でとにかく復興のために苦しみの中から立ち上がろうと、そんな思いでメッセージを出しております。かなり皆さん笑顔になったと思うんですけど、その表情、そういう表情を見て何か感じたことありますか？ああ、逆にあの我々が本当に大変なことはそこからでも今立ち上がるしかないというね、そういう必死の方あのこう気持ちが伝わってきましたね。我々も本当に何か本当にあの遠くから見てるんじゃなくて一緒に何かこうお手伝いできると、でまた共に今年の日本のね今状況から何か立ち上がっていくために頑張りたいと思います。ありがとうございました。